皆さん違いますね。リナと、なんかちょっと、あ、関さんじゃないですね。ティッシュ。あ、あ、リナと、あ、ちょっと。ありがとう。もう一回、どうぞ。ただま。バレてないでしょ。バレてない。ヒデリじゃないよ。バレないの、お前。バレないの、お前。ね、ほんとみんなもう一人は誰って言ってる。この声わかんない。ここに意外なんじゃない？うん、そう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 。だって、モカさんですら意外でしょ？意外でしょ？誰でしょう？リナママとモカ。多分バレない。なわけないやろ。マリアちゃんです。マリアちゃんでした。マリアちゃんです。みんながお祝いしてくれるとのことで。みんながお祝いしてくれるということで、栗山家にやってきました。そう。栗山家は。初栗山家。あのお尻痛かったらクッション使ってください。やっぱここにもあるので。こいつ結構おすすめ。色地だ色地。うん、うん、ニトリ。うん。ね、こんなにピーマン食べるの初めて。いやわかる。うん。リナのチンジャオじゃないとさ、ピーマン食べれない。やば。自分で作ったら美味しくなかった。うん。いやそれがいいのよくわかる。それはなんで？でもわかる。ね、それはなんで？人が作った方が美味しい。それはそうだよ。食材のカットの仕方がうまい。うん。炒め方だね。知らんけど。クックドゥ。クックドゥ。そうです。リナちゃんち。何食べよる？チキンとポテトとチンジャオロース。チンジャオロースだけ意外だな。うん、歯は大丈夫。ひながあんなったのはチームパブロのせいとか言ってたの。そうだよ、うん、最悪。元からなんでひな俺らの教育が間違ったらしい、でも先輩の前であそこまでなかったくない？それまで、うん、だってそれまでだってあれだよ、パープル一人って分かって、ご規制一人って分かって泣いてたんだよ、あんなに、うん、あんなにボロボロな。危ない危ない危ない、あいつも、今日はね、そう、今日はあの生誕パートの時に自分で思いっきり前をガンってぶつけて、いてって思って見たら、痛くなったもんね。いてーってなってから触って見たら、ちょっと歯かけてて。生誕パートで？そうそう、なんか、はいみたいなノリの時に、あの質問の時で、質問の時は。はいで、なんか勢い余ってガンガンって言って、でしょ、結構大きい音になって。うん、マジ気づかなかった。一人でめっちゃ動揺してこう触りながら。多分ね、後で DMM 見たらガンってなってる。なってますね。結構大きい音でしたもんね。普通に痛くて、ええそしたらなんか今までまっすぐな歯やったのに今ちょっとなんかガタガタって、あんまり、まあ強制で直してもらえる。歯医者行ってよ、すいません、うん、なんか歯がガタガタなので削ってください。マイクって硬いもんね。硬いよそれは、マジ硬い、鉄の塊ですからね。逆に柔らかいと思ってるの。確かに、うん、あれじゃない、司会者とかが持ってるさ、スポンジみたいになってる、うん、あれ柔らかくない？柔らかい、うん、すごい食べてる途中に、あ、ほんとすげえキラキラ、ありがとうございます。シュウさん、福間の何ですかそれ？なんかかわいいね、フレームなんてやつ、うん、ゴールデンウィークですよね。パッてやって、パッてなった、ありがとうございます。ゴールデンクラス歌ってる途中に多分自分で殴ったら、見て、なんかね、とろけって、血がやばいと思う。とろける。どんだけさ、うん、人のマイクが自分にぶつかっても痛いかしないか選手権やないか、公演中とかって。で、なんかちょっと、血が出てるかもって思った瞬間、裏にさっさと投げて、鏡で。ピナマ今日いないんですよ。にゃっ、この辺ピナちゃんも多分家族と一緒に過ごしてるんじゃないかな。ありがとうございます。おはようってよかった。ちなみにこのネイルにもやったけどね、まだなんですよ。みんなはさすがに切れます、配信24時で。うん、うん、この後は丸さんの方に皆さん移動して。まだ切れないんだよね。え、嘘。マジ？昔から。昔から？うん。
だから何時以降やっちゃダメとかあるじゃん、うんうん、でもそれ持っても切れないの。え、もう若すぎてその規制がなかったんじゃない、逆に分かんないから自分で切ってもらうシステム。だからいつも自分で切ってる。えらい。うん、絶対今何落としたか分かった。見た落としたよ、うん、嘘、残念だったな。あれじゃないよ、そうこれだと思った。何する、あれみんな知らない感じ、うん、ごめんごめん、マリアが悪かった逆に。なんか一瞬しか読めなかったけど、うん、読めてなかった、うん、よかったですね皆さん。なんだ、うん、なんだ、あ、なんだ、助けて、コフコがテシュマリアさん、あ、ごめん、そんなことあるっていう汚した、動けなくて、めっちゃ食う、めっちゃ食うなんて言わないよ、まだ食べてないよ、2個目とか1切、うん、うん、折ってるよ。それ下からですか。ね、知った。あった。そう、ゆびちゃんは、うん、私さ、1個多いんだよね。トゥントゥントゥンってしちゃうんだよね。うん、うん、それもその人が多いわ。ゆびちゃんはずっとね、誰かのポジションに入ってくれたんです。リハビリで。うん、そうだったね。ゆびちゃんが学校と被ってたんだよね。うん、被ってたね。ほぼ入れてなかったもんね。ほぼなかった。あの、不毛とヘプリンだけ入れて、うん、あ、まあ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 、うん、でもさ、よかった。あとあと、モカちゃんに振り入れしてた。なんでなんか、いなく、V で覚えたのに、モカちゃんに振り入れした。私のが覚えてなくて、あれマジおもろかった。全部教えてもらったもん。え、ここなんすか。いや、私いないんですよって言われながら全部教えてくれた。すごいな、あれ覚えてる。簡単だった。私何の記憶もなかったもんね。面白かったあれ、ね、マジで記憶なかったよね、うん、なんか。しかもなんか振り分かんない、まるちゃんがさ分かんないとかってさ、もかちゃんに聞こうとしたけどやめたもんね。え、ここ、あーひなちゃんのとこすいません信頼なさすぎた。はじめましての振りしてたもんね、うんうん、何その振りずっと言ってた。時間経ってあったもんね。うん。冬だから。忘れちゃうよ、ほんまもう。しべちゃんが、なんかはっきり言わに、見送り出れないことを、しべちゃんから聞いて、いつ言おうかなって待ってた時に、誰かが先に吐けそうになっちゃって、はっきり言わに、しべちゃんに、言える言えるって聞いたら、まあでも自分でさ、研究生でさ、しかも先輩、まあ自分のチームじゃない公園でさ、私こっからもう出れません、さようならとか言うわけにもいかんやん。まずいよね。難しいよね。V ちゃんって意外とそういう、恥ずかしがり屋さんで可愛い。クソガキだけど。クソガキだからね、気も座ってそうやけどね。うん。そうなの。うまい！確認になっちゃう。この唐揚げはマジ、思った。リハ思われてるやん。めっちゃ間違えてると思われてると思ったリハなんかズタボロだったよね。そんなことあると思ったよ。でまだ3回目だから。3
回目だから許して、まあ、3、4回目だから、まあ、3回目だ。本番クリアした多分。リハで間違って何杯も、そうリハでいっぱい間違えてよくないんですけどで本番はちゃんとなんかびっくりするぐらい間違えて、しかもリハでさ、うん、カメラ抜かれてる時に間違えちゃってさ、あーって顔して抜かれてて、あ、やべえ帰った帰った。だって後から言われたもん、めっちゃ間違えてたよって。なんでバラードにバレたで、ここで一回間違ったらもう取り戻せない。え、そうそうそう、全部の曲マジ、なんかもう全部不毛とかも一回しまでやったもん、グググググ怒ってく。100年とかも古典体力は足りない、無理です。アンコール1曲やって一旦 MC 入るからまだいいけど、あれ MC なかったら死ぬ、結構、まあ今日初めてさ、すごい金ピカのハートが来るんですね。ありがとうございます。ゴールデンウィーク、すごいね。あのリボンのあと履けなかったの、うん、いつもポンポンを、うん、裏に履けるついでに結構息を整えたりとか、水を飲んだりとか、ずるいよ。みんなが MC してる間に仕事はしてないですからね。いやこっち遅いよマジで。そうじゃあエミリーさんが一回鏡の前でこうする、そうその間にマリアはすぐ出るから飲んでんだけど、今日履けないポジだったからめっちゃ疲れた。動画とかも休憩できないからね。あ、みんなあの疲れてたんだと思って。でもさ、初めての星やるとさ、めっちゃきつくない？きつい。きつかった。うわ、ね、まあ、ありがたいことに初めての星の間ゆっくり休ませてて。MC とか？うん。MC も大変。でもなんか意外と着替えを、その MC からの着替えの人はゆっくりだよ。でも。そう。一曲あるんだよ。普通さ、ワンコーラスで、二、番から出るじゃん。うん、だけど、ユニット MC したね。一曲もあるんだよ。あれだ、みんな二回転分の衣装片付けてるからだ。思い出した。だってジッパーはそもそもね、片付けなきゃいけないし。どうぞ。あ、動線買ったやつ？いや、違う動線だったね。そう、今日は新婚でした。昨日のコンサートのステータイムになるさんの方が今日くれとれた。ハッシュタグつけて送っといて、ツイッターに。マジで行けばよかった。なんで行かなかったんだろう。行けなかったの？無理だった？マリアちゃん、うん、あら、あの、どういうこと？あー、あれね、リハは行けたんだけど、いなかったから。うん、違う、あ、ちょっと、変わっちゃった。これ独特、めっちゃおもろい。一番前に到着したから、うん、向こうって撮った通り方どうせってむずいよな、うん、今日カトレアなんかめっちゃ遅かったんだよな。めっちゃギリに行きたくない？イントロ、うん、もっと、やべ、今日カトレアのすごいかついし、新幹線ぐらいの速度で動いてるびっくりした、マリア。いや、これ始まってたよね。あの犬だ、そうなの。ポトルドットン。マカチが頑張って移動してる間、なんか元ポジも今のポジも変わらないの。変わらない。ずっと4番で立ってんの。あ、頑張れ。そう、元ポジの時は、あ、頑張れ。今の時は、あ、頑張れ。マリアも。マーちゃんの前、シャンに行くから。髪の毛パサ。いや、そう、マジ風来たかと思った。信じられないぐらいの早さだった。本当に気合いないよ。なんかそのリップのそのチャチャン、あとのそのスタタタンが聞こえないから、そう、マジないよね。あれ開いてみるのが分かんなくて、テテテテンが悪くもんね。うん、あれクリック入ってないのか。入ってない。でもいつもクレマちゃんの後ろを走っていくんだけど、走ってくるけど競歩していくんだけど、クレナもクレナでめっちゃ競歩なの。で私も競歩だと思ったけど。みんなはあの気持ち的には私が早く行かないとモカさんが歩けないって気持ちじゃん。ササササって言ってマジありがたい。めっちゃ早いの、うん、マジ早歩く共同作業。不毛とかもさ結構割と戦いみたいとか、うん、でもさ不毛はさ聞こえるじゃん、クリップが、うん、だからさ耳澄ませて、それもう一回言っていいかな、うざい。トゥントゥントゥン、
ピンまで間に合わなかった。間に合わなかったんだよ。あら気づかなかった。まるちゃんの妖怪さ、うん、間に合ってなかったよね。そこ私あそこめっちゃ余裕。そう人通してる。マジ警備員してる。前のポジは 0.5 横にずれるぐらいだったんだけど、前に出るだけだと、はい、どうぞどうぞ整備な、整備して交通整備してるから。匂い落としてだいぶ違うんだ。じゃあやったけど、あ、入室したらそれ選べるんだ。なるほどね。選ばないでよ。いやまだだよ、厳しいからね。うん、これはね、ひなが決めてくれた髪型です。ムッチさん、垂れちゃう、垂れちゃう。なんかもう10本くらいのしとき。私ちま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 取りに取ってる。必死ない。ここの。まだ？まだ。17分。全然。うん。意外とそう。だってこれも作んなきゃでしょ。うん。ムッちゃん今日はね。スペシャルのものが、大丈夫か、生きて生きて生きて、頑張って。馬とぎ本社って何時までしてるの？5時になったら次の日更新だから。5時？5時は次の日になっちゃうから、5時から。まあ、でも別に何時とかないと思う。へー、みんなどこまでしてんだろうね。私大体1時とかです。あー、でも大体その23時半からとか、そのぐらいから始めて1時までとかなんで。まだしたことないわ。前の下のカラオケしない？しないで。しないやろ。何時やと思ったの？みんなで歌うか。じゃあ。さっきまで歌ってたけど。公園のさ、カラオケみたいなテンションになるよ。今日さ、気づいてもまるちゃん歌うか分からなかったから、マリアもちょっと声出してた。近いかった。でも歌った後も頑張った。もうずっとそれしか頭になかった。やっちゃってる。にしゃびで気づいた。あ、もう遅いよな、あそこ。無理や、ポータポータとさ、こう足なの、フロアで踊る人やってさ、うん、これじゃポータポータの、ポータポータの、ポータポータの、もう遅い。苦しそうな声で。めっちゃおもろい。でもさ、これの時にさ、ココハとさ、ペアなんよ。うん、めっちゃ笑顔なの。え、かわいい。めっちゃかわいいんだよね。絶対違うよ。でもなんか、え、まあそこはなんか頑張ろうぜみたいなさ、うんうん、テンションになるじゃん。お互いにことして。え、あそこってさ、手合わせるのが正解なの？うん、こう、あの、あ、いいね、いいね、いいね。初めてやった。いつもソロだから。あの、姉さんの後ろで、一人で、あの、お客の一人。うん。全部一人。マリアはいつも足上げ担当だったから。初めてキャピンだった。私も初めてしたやった。それだ。今日めっちゃ腰痛くてさ、うん、不毛のどっかで腰やったのね。なんでこんなのやったんだろうと思ったら、そのまましましたか。足場まあ、これのこっちで肩やった。ああ、なんか側転で足の付け根やった。今日足の付け根3人くらいやってたよ。やってたじゃん。みんな側転したんかな。代わりにやってくれよ、みんな。みんな不毛の実際回るとこでラインか。そう、めっちゃ見てた私。大丈夫。まあ、これであのここの側面の正面にぶつかりに行った。ご飯だからさ、狭くてさ、ね、リハ知らなくてさ、リハぶつかりに行ったしかもさ、狭いよ、これご飯合ってますからさ、狭いよねって。ご飯、これご飯こんな狭い。改めてあと3番くらい欲しくない？うん、欲しいね。7.5 ぐらいまで足したいもん。ね、前あったよね。うん、前の劇場の時ですか？うん、あのヤフオクドームの時に。あ、ホッキ？わかんない。そっちはわかんない。ミステスとかじゃなくて。ミステスあったことない。7あったの？6.5 じゃない？あ、それスカラか。スカラがちっちゃいんだよね。うん、6までしかないの。でも 7.5 で立てた気がする。なんでだっけ？マジ記憶ない。覚えてない。でもめっちゃ広かった。そんくらいまであった気がする。スカラが6で、ちょっとスカラバージョン大変めんどくさかったの覚えてる。ビーストもないし。だからもっと狭い。しかも横さ、穴じゃん。落ちるじゃん。うん、そうなのよ、怖かったよね、あれ。そう考えたらちゃんとさ、各会場で対応室の偉くないですか。うん、あるバージョン、ないバージョン、番号も変更されてるし。
ガスが一番広い。うん、ね、でもガスは斜めだから怖かった。いや、ガスホールの着席がめっちゃ好きでした。ガスホールが早めて斜めだったね。見やすかったよね。だってあれさ、なんだっけ、あのパジャマのやつ、なんてすできなだ、うん、座るの斜めなんよ。いつも斜めって座ってた。あいや斜めで転しちゃってましたよ。あの斜めの花道のとこで、うん、ずっと右に傾きながら、右に傾きながら座ってんの。ちょっと 楽園とか傾いてた。やめてです。懐かしい。いいな、今恋愛中やりたい、うん、恋愛中もう踊れないわ。確かに恋愛中出たくてポジション教えてくださいって言って、ね、やっとポジション教えてもらった瞬間終わりました。出たことないや。ないんですよ。私川崎さんっぽいでした。うん、ぽい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 、フェイントフェイント、フェイント、めっちゃぽいわ。あ、でもユニットがジングレフェイントじゃない。いや、なんかそこはあれでした。ユニットは決まってなくて。あ、固定じゃないのか。固定じゃなかった。変わったっけ。途中から固定じゃなくなって、めっちゃ変わってた。で、何でしたっけ、あの田舎の曲と、うん、企業ね。田舎の曲やん。まあまあ、大分県なんで。田舎の曲、田舎の曲と、あとジンクレが一応2候補で、うんうん、まあその次がフェイントか、そのあの2人組の長女みたいなやつ、うん、フェイントが一番似合いそう。うん、でもあれ英語、うん、言ってたの、言える、大変そうだった、ね、英語が大変だった、うん、私あれ覚えてますよ。ハルタンさんと下野さんと一緒にやることになった小川さんが泣いてたこと。そこ2人と、そう、しかもごつ、そう、フェイントがしかも2回目か初めてかなんかでそこ2人と一緒になっちゃって、1人だけやっぱどうしても、あそこ2人が上手すぎたから踊れないって言ってリハ終わって泣いちゃったっていうのを聞いたの。フェイントさしてる時だけすごい視野広くなるもん。わかる。怖いの、フェイントって間違えられないじゃん。でも結構難しいじゃん。すっごい視野広くなる。横の人まで全部見えるようになる。一生死に順に。そのイメージある。あ、え、ピッシュピンクやってた。青が最初で途中からピンクいった。その曲だけ当てはめられんかった。聖女2編が一番最初か、うん、ピンク、あれ全部したことあるわ。そうすると一回だけ帰ると春が来るんだよって。へえ。春もなんかの時にやったな。ピッサーの時最後にやったわ。難しい。ジンクレも全部やったな。ユミナさん、アイラブユー、ありがとうございました。あと何？あ、視聴はもういっぱいしてる。ニポジ、ニポジしてる。めっちゃあの最後の振り返ればだけ、うん、めっちゃ赤ちゃんの声だった、マリアの声さ、まあ、小6とかだったからめっちゃ子供じゃん、うん、もうマー、まあ、ちゃん会とミナちゃん会の声の声赤ちゃんとさ、大人だからね。であんなずっとさ歌わせてもらえるユニットとかないからさ、うん、すごいよね今考えると。明日今やっても多分全部踊れる。ないない。ああ、田舎曲、田舎曲、キキョウのあのウェーブをどれだけうまくできるか。懐かしい。最初小田がさ、キキョウのステップが本当にできなくてさ、ずっとやったのめっちゃ懐かしい。最初のオープニングの人で聴きたかったんですよね、あの水玉のやつ。あれだけどうしても絶対形だったよね。確かに、うん、絶対そう。で、あの黒のやつですか、うん、肩が黒のやつ、うん、そうそうそう、あれめっちゃ着たかったんですよ。あれストローが好きだった。ストロー、ストローが好きなやつ。うん、なんかキャビアンテナでみたいな首ついてるやつ。うん、うん、なんかね、オレンジ緑系のやつ。夏みかんさんとかよく着てたやつ。あ、そうそうそう、宮内さんとか。あ、うん、多い。まだ来てないね。あの赤ちゃん衣装があるじゃん。まだそれだった。あ、だね。そのイメージ。でさ、ピンクのやつあるじゃん。と黒じゃん。でもう一個結構ストーン系のピース。ふみやさんも出してる。それだけお前出せない。ハーチとかも着てたよく。ここピラピラ？みんなピラピラなの？オレンジのパニエみたいな。あ、確か。じゃあ分かると思う。ストーン系のベレー。あれ肩出てなかったっけ？出てない。あ、ここか。あ、そう、それ出てる。うん、分かった。出た、大丈夫。多分、まあ、でも赤ちゃん衣装が一番好きだったから嬉しかった。どんなのでしたっけ。うん、もう本当にここ丸襟でみたいな。そう、丸、オレンジの丸襟、ここ白、白ベースで
スカートだけ水玉。ピンクのやつが一番多かった、うん、ピンク着たいと思ってた。最初もピンク。春田さんのイメージ。あのポジションだけ衣装を着ましたよ、確か。あ、そうなんだ。あのポジションは、そう、センターだけ、あれにピンクベレーかなんか、そうそう、決まってて。ひかりちゃんのイメージあるの。ひもちゃん、ありがとうございます。誰がしてた？めっちゃ好きだった。ふみりさんの高いスプリやつ。うん。誰がしてた？さえちゃんと。かなさん。はるたんさん。あれ言ってないっけ？あとか、あとあと覚えたのか。あってた気がする。うん。白やったもん。うん、あ、なおちゃん。あ、違うか。くるみか誰かやってなかった。くるみかいぶきかなんかどっち？白は違うっぽいじゃん。いぶきは違う。覚えたけど、覚えたかなんかで、そこじゃなかった。峯岸さんか、なんか、白か。うん、誰がしたっけな、ヒロナもやってた、うん、あるイメージ。あとね、いいねさんと、あーやってた、あるなんか春のセンターの子、春だよね、春だ。え、秒針めっちゃ早くない？え、確かに。 え、多分時間進むの早いよこれ。よく数えてみて。ほら1,2,3、もう早くないの、4,5、ほら滑らかなだけ、ほらパラレルワールドに入ったんだけど、4、5でしょ。パラレルワールドのね、28分よ今。小田ちゃんがパラレルワールドの話をしてくれてたの、静岡の時に、うん、で結構怖くて、みんなで怖いって思いながら、うん、コンビニ行ったの、うん、でもうみんな買い物終わって、よっしゃホテル戻ろうって時に、うっかりだけどいぶきを数え忘れてたの、みんな、うん、でいぶきコンビニ出たらパラレルワールドと思ったって。メンバーみんないなくて本当にパラレルワールドに入った。すぐ気づいたんよ、うんうん、すぐ気づいて戻ったんだけど、いぶきはもうパラレルワールドかと思った。それが申し訳ないけど、うん、めっちゃ可愛かった。今それ身を感じた。両親早すぎて、みんな行ってよかったね。朝だったらこぼしちゃった、うん、こぼしちゃった。確かに今みんなカフ一人ずつ、マジ、うん、だってすごいね、そう思うとすごくなった、うん、同期いないのにこんな集まって喋ってる。一番後輩で一番年上は気まずいな。その家に押しって押しかけてる先輩たち。あ、こんばん。勝手に決めたもんね、クリナちゃんって言ってもらうよ、うん、もともと違うお家行こうとしたけど行けなくて、うん、あ、クリナちゃんちとかって言ったですよ。じゃあ行こう。さすがでした。みんなのね、家出先なんで。今後の最高。あ、おふかかかも。逆さにも気になる。何？おふかかかも。え？大きかった？大きかった。あら。あら。ね、わかる。人の家って居心地。まあ、人の家の方がね、よく眠れたりするもん。うーん、はなちゃんちめっちゃ眠たくなるんだよね。絶対寝ちゃうんだよね、はなちゃんち行くと。はなさんちだからじゃない。え、ビビアンちもよくなる。日当たりよくない？日当たり。なんかポカポカして、そう、ポカポカしてる。いおりこの前来た時、このソファで12時間寝てました。いかつ。すごっ。一回も起きずに。強っ。なんか4時まで語ってたんですよ、2人、うん、かわいい。でもその後、まあ何らかの眠くなって、うんうん、寝て、私なんかちょこちょこ起きて、まあちょっと窓開けたりとか、うんうん、寝るようしてたけど、結局家で一回も起きずに、私は起こしました。予定の時間があったから、うん、その他の人と3人でご飯に行くって予定があったから、うんうん、そろそろ出るよって言って。この前、もかちゃん5分だけ寝るって言ってさ、うん、思った、ね、起きなかったね、うん、朝まで起きなかった。え、結構5時間ぐらい寝てちゃんと寝たよね、あの時。毎日もノイミーノ見てて、うん、結構15分ぐらい経っちゃったんだよね、うん、放置してた。やっぱり5分じゃない、15分経っちゃったと思って起こしたんだけど、無理だった。え、大概起きるじゃん。
あまり起きるイメージない。起きるイメージない、モカちゃん。あれ起きないと思ってたもん、でも。あれモカちゃん、一回やったら起きない。あれ両サイドから起きるわけないじゃん。おかしいな。私は起きる気だ。でも、森さんも起きない。起きない。うん、起きない。え、でも、サイカちゃんと寝に行くくないもう。うん。マリアだけよ。ちゃんと起きてるの。うん、え、でも私も大概起きてるよ、普段は。なんかもう起きてるよ。ごめん、まるちゃん寝るイメージある。さっき、なんか最近強くなったなって思う、うん、昔めっちゃ寝た。そうそうそう、マジ昔もホテルで一番寝てたんだ、うん、ちゃんと子供だったちゃんと寝てた。 あんま眠たくならないんだよね。うーん、私ホテルの方がちゃんとした生活してる。なんか家だとまあお風呂明日とかでもいいかなみたいななっちゃうけど、私ホテル絶対お湯浸かるんですよ。まあ家でも浸かりたい派だけど、めんどくさいじゃないですか、洗うの、うんうんうん、だからホテルだとちゃんとコンビニで入浴剤買って入って、ちゃんと髪も乾かしてスキンケアもやって、次の日のお洋服をハンガーにかけて、うん、やる、着たやつも全部直して、もう服さえ着ればすぐ出れるみたいな。そう、朝ちょっと寝坊して、まあ、逆にギリギリにホテルでお掃除してもらえるから、もう家でしないぐらいの最悪な過ごし方して嫌な客家じゃ許されないような終われ、うん、マジで後藤ひなのと入ったばっかの頃の丸さん、めっちゃ青のりついてる自分でそこもついてるし、こう縁もついてるそう、なんか後藤ひなと初期の頃ホテル泊まった時、ひな、うん、があのユニットバスの使い方分かんなくて、うん、カーテン外のまんまシャワーやったから、しかもひなに先に入っていいよって言ったけど、びっちょびちょで分かんないよね最初、うん、そう、しかもまだその時中1とか中2とかだったから、うんうん、分かんなくて、でさらにあの子は割と部屋が汚いから、ホテルの 今結構片付けるらしいんですけど、うん、その初期の頃はマジで片付けられなかったから部屋汚すぎて、私 2,3 回同じ部屋になって、名前順的に栗山後藤で隣だから一緒になることが多くて、マネージャーさんに1回 NG 出しましたおら、ちょっと本当にひな、ちょっと寝れないので、ももちゃんに怒られたことある。部屋汚くて、いや、とか私がマイペースすぎて怒られた。あー、でもだってコロナ禍になってから一人部屋になりましたもんね、うん、初期の頃3人部屋だったよ、ずっと。かわいい。で、なんか恐竜の映画とか一緒に見たりしてた。かわいい。とか、スケスケのさ、お風呂使ってん、一回。ああ。もう外からも見えるやつ。で、みんなでこうやって遊びながら、お風呂見えてるとか言って。一回さ、めっちゃみんなでホテルの部屋集まってる時にさ、私ってユエルで2人でお風呂入ってさ、したらさ、イブキとピナがさ、覗きに来てさ。ん？いたよね、たぶん。いた。覚えてる、その光景。まずユエルと入ってる時点でおもろいし、うん、すごいよね。意外じゃない、ユエル。ユエルさんって人と入れるんだ。まあ、ユーナちゃんと入ったことある。今だったら無理だよ、うん。あの頃だったから。え、イブキか誰かとも一緒に入りに行かなかった。私、別にすぐ人と入る。だよね。モカちゃんと入ったことある。うん。なんかさっき言われたけど、絶対だから。そのもあるし。ホテルのお風呂だよ。なんか、うん、温泉とかならわかるけどさ、うん、狭いもんね。あんな狭いだって、なんならさ、そのバスの中で全部完結に洗うのに、うんうん、それでさ、人と話しちゃう。無理かも。マジ無理。なんか昔行けたけど、最近は潔癖が進んできたのと、あとはその自分の例えばちょっと、例えばご飯食べ過ぎたとかでお腹ポコって出てるのを見られて。は栗山意外とデブじゃんとか思われなくて考えすぎてためっちゃ無理。それが嫌すぎて、もし入ると一緒に温泉行っても多分ずっとお腹プッって出てる。ゆいちゃんが一緒に入ってくれたの珍しくない？珍しい、意外だね、うん、ドラさん誰と同室が多かったか覚えてないんだよな。ねねちゃん、わかり、割とまんべんなく、リナのイメージはゆうるさんと関さんが同じ部屋のイメージ。あ、わかる、勝手に。割となんかね、まんべんなく。ドラフトの合宿の時にさ、うん、ドラフト会議の前日ビビアンとお風呂入った。へえ、その頃から入る。いや、同じ部屋で入ってくれる人がビビアンしかいなかった。なるほどね。確かに入ってくれそう。唯一1枚だけさ、スリーショットあるの。あるの。へえ、すごい。すごくない？合宿中に。すげえ。
オーディションで3次審査、うん、めっちゃ気まずかったのが、私ともう一人その2次審査で仲良くなった子がいたんですよ、うん、でその子と結構仲良くて、まあ、連絡先はすぐに交換しちゃダメって言われてたからしてなかったんですけど、普通になんか3次審査会場で会って、なんか頑張ろうねみたいな、ショールーム審査も通過したしみたいなって、その子の私その子その子の隣にくるみがいて、うん、めっちゃマジナオタンの妹かっていうぐらい本当に可愛くて、みんな可愛かった、めっちゃ可愛いじゃんみたいな、その役が小川様だったんですけど、うんうん、でそれでめっちゃ可愛いんで話しかけようよって言って、うちら2人で来ると話しかけて、まあまあ仲良くなったんですよ、うんうん、でそれでオーディション番号呼ばれた時、サナくるみその子おサナ、うん、受かるくるみ受かるその子落ちるリナ受かる、その次の人受かるで気まずいめっちゃ気まずくて、いやなんかその子も結構、まあ、ちょっと欠けてた系だったから、そのこのオーディションにみたいな、もうお母さんに泣きながらなんでみたいな言ってて気まずくて、気まずいね、全然一言も声かけられなかった、そりゃそうだよね、マリアあの何だっけ説明会みたいなのあったじゃん、あーはい、あーセミナー出てて、クルタン見てめっちゃ私ゆいちゃんみたいな子いるって思ってた、あ確かにそっち系の子でしたもん、絶対あの子分かるって思ってた、私でもそれ行きましたよ、嘘覚えてないよ、うん、ごめん2部2部かなんかに、クルタンだけ覚えてんだよ、ストーリーだね、うん、あれはしかもだってその応募だったから完全な、うん、その審査関係なく応募で、うんそうだね、選ばれた子だったから、うん、私正直 HKT の子あんま知らなかったから、そのなんか来場者プレゼントみたいなパンフレットにその CD のロゴなんかロゴっぽい感じのステッカー入ってた、それじゃってこと、そうなんか衣装みたいな、スキップかなんかやってないけど、ガチでわからなすぎてこれなんだろうみたいなこれ写真も撮れたよね、写真撮れました、私リコピサくなっちゃう話、すごいじゃん、びっくりした、その時リナの友達がなっちゃんさん推しで、あこの人だみたいな、友達の推しってこの方なんだみたいな感じで行って、わめっちゃいい匂いするなって思いながら撮って帰った、すごいでもセミナーの方多分受かってなかったと思う、そうだね、シード組やもん、あそっかセミナー行ったらシードは、そうなんか一時面でマリアはこの後これ送った。本当悪い。別にだね。うん、私もそれめっちゃ思ってた。うん。ありがとうございます。うん。いい匂いしたのね、なっちゃん。そうです。いい匂いしました。なんか友達に、おしめめっちゃいい匂いしたよって報告したの覚えてる。セミナー何したか覚えてないな。もしかしたら実はそれ、リコピさんの匂いやったかもしれない。リコピさんの匂いやったかなったに失礼じゃない、どっちもいい匂いするもんな、どっちのかわかんないよね、誰、うん、の誰の匂いが好き、うーん俺もう決まってる、誰、 P さん、 P ちゃん出てこない、 P さんの匂い、そうこれ P さんの、 P さんがいい匂いでマリアも香水つけるの頑張ろうって思ったの、買ってないよ、あの、うん、あのマリアがよく使ってるあの水色の違う。あ、そうだよ。このイメージ。違う違う違う、あの、違う違う、あの、あっちの方だよね。やらない方がいいのか。え、でもさ、よく、え、それなのってなる、うん。なんか違う匂いするんだよね。え、そう。もっといい匂いに、ね。え、そう。え、それなのみたいな。え、結構よく見るやつ。調べて教えてあげる。うん、あ、多分。え、多分言ってることあってる、多分。ピンクじゃないでも。あ、ピンク、ピンク。あ、ピンク。いや、水色もある、その友達。めっちゃ見る。うん。どっちのかわかんない。これでも、あ、そう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 。あ、そう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 。でもこの匂いじゃないの。え、そうなんよ。水持ってた。なでも香水って大衆性を混ざってるのに言っていますからね。うん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 。多すぎる。どの匂いわかんないな。もうユナさんいい匂いなって思う。うんうん。うん。ユナさんも同じような匂い。ペンダント。
近づき、そんな匂いかけるほど近づきに行けたのがリコピさんしかなんかリコピさんなのかわかんないリコちゃんのおさがりいい匂いしたもんな。うん、いい匂いする。香水つけようって思うけど、まさみちゃんのおさがりは何回洗ってもさまちゃんの匂いする。確かにさまさんいい匂いやったもん。あおちゃんの匂いとエミリーさんの匂いは少なくてめっちゃ気合い入る公演前って感じ。あー分かる、うん、あのビビアンがすごい強いいるのが分かる。一回さ T2 でさビビアン香水振りすぎて怒られてたよ。怒られた、もうやめて3プッシュくらい減らしてだからさパープルの時がさあおちゃんも、うん、ちょっと癖のある匂いじゃん、うんうんうん、でビビちゃんもいるからもう、えそうバトルなんよ、うん、あ、こっちからこっちが青ちゃんで、あ、こっちがビビちゃんでみたいなあってんの。でも、青ちゃんが香水振るから、私もあ、おセスターってなって思い出す。通り道わかるよね。どこ青ちゃんとかビビちゃんとか、うん、全部ここ。君はもっとできるの衣装、この前に29日イベント来たじゃないですか。私、葵さんだったんですよ、うん、ちょっと変わってましたもん、うん、葵さんに包まれてるんですよ。手に洗いたいな。一旦さ、私これ、ほぼないけど、めっちゃいいよ。ありがとう。いや、すごい近くにいいね。あれ気になるの、なんかこれ白のホワイトリー、うん、持ってる。私ホワイトリーとかして甘い。あ、ほんといい匂い。いいですよ、うん、あ、甘い。あ、モカちゃんだ、これいいな、ね、なんかみんな教えてほしい。甘い。私は万人受けの、万人受けの匂いがいいんだ。みんなディオールのあれもう誰もがいい匂い。あの、まあ、モロのブルーミングブーケみたいな名前のやつ。いや、わかんないわかんない。それ、セタミンってわかんないな。それでそれ。それもちっちゃい方も同じ匂いです。あ、いい匂い。いい匂いですよね、そう。全部いい匂い。それか、ディオールのソバージュっていうメンズのやつ。かけすぎてたらマジ死ぬんですけど、でもめっちゃいい匂い。マリア、シャネルのやつも好き。何も知らない。え、なんか一回岩田屋で、その岩田屋すぐ入ったところで、あの、なんていう化粧品いっぱい売ってるの、うん、入った時ってなんかいろいろポップアップみたいなやってる時あるの、うんうんうん、どこの顔してたんですか。キャンメイクのなら持ってた。あ、かわいい。だってそれ持ってたかも。なんていうキャンメイクって香水あるの。なんかキャンメイク2種類ぐらいありません？ホワイトとブルーみたいなやつ。でもいいよ。すっきり、すっきりいい匂い。うん、なんかさ、白に似てる。 あ、これ持ってた持ってた。これのプッシュバージョン持ってます。気持ちいい。使ってないよ。え？タップタップ。確かに。タップタップ。この間だったら2回ぐらいしかやってない。つけようと思うんだけど。なんかあんまりつけない。どうやってつけていいか。匂いもつけないかも。なんかめんどくせえ。強い。めっちゃ強いだからね。そうなんや。手の組み方。ここに塗ってこうやってやってる。ここだけでいいの？え、私は普通にここにやって。本当はダメらしいけど髪も軽く。へえ。あれらしいです。空気に当てるらしいな。こうして。え、そう。腰とかあと膝裏とか。なんかあったかくなりやすい場所につけると匂いって温度で上に上がってくるからちょうどなんか香ってくれるらしい。すげえ。あとなんか自分じゃ正直あんま分かんないぐらいの強さの方が相手にふんわりなんか香っていい。え、そう。私の匂いする？でもするときするよ。本当？え、そう。あんまモカちゃんには分かんない。え、でしょ？分かんない。なんかすぐ消える気がするんだよ。あれ確かに消えてはいる。そう。マサさんこれよろしく。そうすぐしちゃうんだよね。ああねえ。チキンバレる。チキンバレ見え。しかも二つ。こっちもよろしく。じゃあ今から私。これできないからこれよろしく。なんかのケーキを作る。マリア不器用だからよろしく。やばいやばい。全員おらんかったな。今だけやん。任せな。私は多少できるよ。これこれに乗せてください。これに。オッケー。はい、じゃあ、はい、不器用さんです。不器用なのでやめました。生クリームを泡立てるで。あ、見てよいしょ。え、これさ、完全に泡立てちゃダメってことやな。いや、いいと思う。あ、いい泡立ててもオッケー。完全に泡立ててで、なってごいな、なって、なって無理やつ、食べたいと思ってたんだ。まるちゃんの見てからでしょ。あ、でもマリアがこれ食べたい。いいよ、全然コメントが全然見えない。いや、ついに
よしこの間さ、コンタクトせず配信してさ、ずっと10センチくらいの距離でコンタクトしたの嫌だな。いや、これじゃ今日はシンポジ組です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様って言ってた。10センチポジ組頑張った。え、これどうやって出したらいいの？え、あ、かです。え、これさ、そこのやつは？そこのやつ確かに、もげちゃん寒くないの？ああ、うん、私がやってるいつもケーキあげる。一人だけじゃん、それ一人だけ恥ずかしい。季節感めっちゃ暑いやりね。すいません、励みしてない。すいません、寝りな暇の時にお茶ちょうだい。そだくね、すいません。寝りな時間ある時お茶ちょうだい。はいよ。体操服って書かれた。わ、寝そうやめた方がいいと思うよね。先生、先生、またリナの先生がそんなこと言うのが。先生言うよ。一回リナの先生が覚えてないんだよ。じゃあ、最後の方、最後の方、最後の方。じゃあ、私一回、あの、体操服って言われすぎて、配信中。ガチ切れして切ったんですよ、めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ、もうめっちゃ魔法だよ。マジ、いい加減にしてよ。ガチ切って。怖い、怖い、怖い。その配信見たい。結構初期の頃なんですけど、なんかその時に着てたのがトミー・ミルフィガーのよくあるデザインですよ。そう、襟元が紺色で赤とか。私的には結構初めてあの値段帯の T シャツ買ったから余計結構ウキウキして着てたのに、ほんと体操服体操服言われてめっちゃムカついて。何人は言われるの嫌で。あ、大丈夫ですよ、さやか全然怒って配信切ったりしないの。全然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 ブチ切れて配信切ったりとか全然しないの。まあまあ毎日やってるとそういうこともあるよね。生クリーム止められるよ。そうだね、このままかけるよ。このままかけてもあるけど200まだ家に。悲しいのはマリアちゃんの色一番食べていいんだから一番楽しみにしてるから。やばいやばい。じゃあちょっと今からうるさくなるけど、まあお気をつけ。ガガガガガガって言わないんで。こんなくした。そう、全然借りてもいい。まな板と、はい、あー、待って、まな板、あの、打ち込んでたわ。食べます。あ、いいよ、やるよ。あ、いた、一瞬回せないよ。こんな、こんな初登場していいの、マリア。マリアちゃんの配信初登場なんだ。3か2ぐらいの力でやんないと、あれだから。もう一人、マリアさん誕生日だから。あと10分だよ。あと10分だよ。できる。頑張れ頑張れ。え、怖い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 。ごめん。え、ちょっと耳最低音だ。これ使っていい。好奇心だけあって。はい、買います。どうしよう、桃缶も使います。どうしよう、マルさん。一人で収録してる。いらないじゃん。出れなくない？こんな声もちっちゃいし。マルさん。はい。桃いる？いる？あれば食べるもんでも。だし、なんかコメント欄を見てるときって静かになっちゃうから。わかる。難しい。シンデレラのお姉ちゃんね。待って、めっちゃおもろいそれ。え、応答か発答どっち？応答。え、どっちもあるの？白状ね。半か。あ、応答と発答で今分かれてるよ。やばいやばい、どうしよう。あ、マリアちゃんは？マリアはあんま分かんない、違い。あ、でも、まあ、もどっちでもいいよ、うん、嘘だと思われるけど、桃あんま食べたことない。え、缶になってたらさ、別に生じゃないでしょ。はい。マリアちゃんは今、マリアちゃんの生桃も食べれない。えぇ、ー、そうなんだ。生桃が一番美味しいのに。それの生桃が一番美味しいの。私も待ってんの。え、アレルギーできないの。あ、そうだ。あ、アレルギー、うん、え、アレルギーだ、缶も全然大丈夫。え、そう、生の繊維的なのがダメで、なんかリンゴとかも、え、リンゴもダメ？生はダメ。生はダメ。でもアップルパイは大好き。あ、そっか、アップルパイ生じゃないんだ。生じゃないか。じゃなくなれば平気っていう。今日は福丸じゃなくてさやまるって書いてる。かわいい。ハンドミキサーの音です。はい、ハンドミキサーです。生クリームを合わせております。こんにちは、サヤマルちゃんとマリアちゃんのパフォーマンスに惹かれまして。やったー、嬉しい。イエーイ。ケーキ
抱っこしないのってさやまる猫だと思われてる。違うよ、こっちやっちゃいがった。うじゃい。あと9分。結構頑張る。頑張る。アカウント主は頑張ってます。この音、アカウント主の頑張り音です。めっちゃ飛ぶ。生テレビで飛ぶくない？飛ぶ。ふいなちゃん、終わる前に壇上読みしないと。あ、お願いします。13年からで、ね、読んでいいの？絶対みんなが読みたくない。あ、じゃあ読め。あ、マリアちゃんが読んでえ、これさ、どうやって切ってる？中挟むようなんだ、お好きに。あ、上に乗せるよ、もう置いといて。あ、いるの？上に置いて。あ、いらないわ。でもパラッツレになるんだ。うん、いらない。え、だとしたらめっちゃ多くね。もしかして。まあ食べます。まあ食べよう。いや、ちょっと13人から教えてください。聞こえる？一応翔さん、13人、翔さん、ありがとうございます。あ、変わっちゃった。13、HKT 超絶おじさん。あー、HKT 超絶おじさん、ありがとうございます。12、トシさん。12、トシさん、ありがとうございます。超えてるから。超えてないでしょ。11、はるゆかさん。11、はるゆかさん、ありがとうございます。10位は、エウリカ。エウリカ、あー、エウリカさん。10位、エウリカさん、ありがとうございます。9位、まさみやさん。9位、まさみやさん、ありがとうございます。8位、たもちゃん。8位、たもちゃん、ありがとうございます。お、7位、ぐっちーさん。え、ゾンビさん。ぐっちー。なんで？ぐっちー。ぐっちーさん。ぐぐっちーさん、あ、8位。7位。全部違う。7位、ぐっちーさん、ありがとうございます。6位、佐藤健お兄様。6位、佐藤パンお兄様。佐藤健。佐藤健。トトケンお兄様、ありがとうございます。5位、てんてこちゃん。5位、てんてこちゃん、ありがとうございます。4位、ゆんゆん。4位、ゆんゆんさん、ありがとうございます。3位、バルタン太郎。3位、バルタン太郎さん、ありがとうございます。あ、お、日清、日清月歩。2位、日清月歩さん。2位、日清月歩さん、ありがとうございます。これ手でやったら結構さ、やばい。いいよ。安プッチン。1位、安プッチンさん、ありがとう。みんな聞こえた？ちょっとだけ顔出せるかも。ちゃんこさん、タワーありがとうございます。よいしょ。あ、じゃあこれ並べるのって。あ、行く。呼ばれました。ありがとうみんな、はい。仕事です。ごめん、じゃあちょっと早めに切ります。みんなバイバイ。ありがとう。またね。こちらの配信来ていただいて。あの、まるさんの方来ればまだ、そう、まだまだ全然。じゃあバイバーイ。